ポケモンマスターを目指せ、ルパン小島の東海道53次一人旅。はい、おはようございます、というよりこんにちはでございます。いやー、全く昨日の夜はもう真っ暗でですね、この辺がこんなにいい景色のとこだと思いませんでした。すごいよね、うわーっつって。いや、海だっつうのはなんとなく分かってたんだけど。はい、そんなわけでございまして、8月の16日でございます。本日もやってまいりたいと思います。ポケモン GO ルパン小島の東海道53次一人旅、よいしょーし。はい、そういうわけで、JR 沖津駅に、着きました。よし。はい、もうすぐありました。沖津宿公園、由来東海道53次のうち17番目の宿場として栄えた沖津は、沖津郷と称されていた。地名のいわれは、なんていうもんだ、東条神社の沖津宮、沖津の宮を当時に完成したことに由来する。すいません、ちょっと間違ってるかもしれません。なるほど。はい、そういうわけで、引き続き沖津宿公園なんですけども、ちょうど出ようと思ってリュック背負って、向こうに向かって 歩いていこうと思ったら、何やらですね軽快な兄ちゃんが車からね、お疲れ様ですみたいな声がしたので、びっくりしてみたところ、じゃあちょっと紹介しましょう。岩くんでいいの？はい、そうです。岩くんでございます。はい、どうも。岩くんでございます。はい、そうです。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。この水を届けてくれたという。お疲れ様。ただ本当それだけの用事なんだよね。ちょっとただ応援に来ました、休みなんで。それで今ちょっとちょうど交番の前に車止めてあるからね、あんまり長いはできないもんね。まあ多分大丈夫だと思う。大丈夫、はい、車乗ってちょっと俺のことを進めてもらってもいいけど。あ、別にいいですよ、どこら辺まで行きましょう。そうそうそう、それやっちゃうと、それやっちゃうと怒られちゃう。うん、何で、俺今もうカメラ回しちゃってるけど、映っても問題ないよ。あ、大丈夫、全然大丈夫です。ありがとうございます。まあ、わかりました。じゃあちょっと頑張りますんで。そうですね。引き続き、はい、お水ありがとうございました。本当。じゃあこれ飲んで頑張りたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。それでは引き続き、はい、電撃オンラインチャンネルともどもよろしくお願いします。はい、ドグマともどもよろしくお願いします。はい、間に合えば俺、8月末に、あー言ってましたね、うん、ドグ生出るかもしれないんで、その時はその時、100時間に、うん、その時はその時、はい、よろしくお願いします。はい、はい、以上、岩国でした。ありがとうございました。どうも。10キロ卵、多分10キロ卵だと思うので、これだけ取っときますわ。今沖津から清水に向かってる途中です。さあ、何が出るかな。あれ、うわ、そうか、10キロ卵 CP1179、 すごい。けどじゃないのか、やっぱカイロスだった。まあよし、 OK。 名古屋まで 197km、 浜松まで 89m、 藤枝まで36キロ。よし、よいよいよいよ、このまま感じていくぜ、東海道のバイブスを。ヘイチェキラー、パッパッパーパッパッパーパッパッパー。なんだろうな、なんか一曲できそうな雰囲気もあるけどな。俺は行く、東海道バイブスか。さあ、到着しましたよ。大きいですね、やはり。はい、そういうわけでちょっと気になる。てってれん、てってれんてーん、てってれん、てってれんてーん、ちょっとあれ見な、
エースが通る。さあ、シュート、いや、させないと、シュートだーつって、絶対防いでね、お願いしまーす。そういう感じです。見晴らし橋。あ、富士山ビューポイント。あ、やっぱあれ富士山か。あれ富士山だ。あれ富士山だ。雲にちょっと覆われちゃってるけど、うっすら。わかるかな。ぎゅーっと。あの辺富士山だ。ぎゅーっと。あー。なるほど。よかった、気づいて。富士山撮らないで何撮るんだみたいなね。チャンネル登録は右下の電撃アイコンからよろしくお願いいたします。今日のポケモンマスターを目指せ、ルパン小島の東海道53次一人旅はここまで。明日もまだまだ続く。